バッシャールアルイコールアサド。バッシャール、ハーフィズアルイコールアサド。1965年、9月11日帯、は、シリアの大統領、在任2000年代、バーストー地域指導部書記長。宗教的にはアラウィー派に属す。全民のハーフィズアルイコール、アサド大統領の次男。日本の報道機関では、バッシャールアサドと表記される。ハーフィズアルイコール、 アサドの次男としてダマスカスに生まれた。幼少の頃に父がクーデターでシリアの全権を掌握するなど政治は常に身近なところにあったが、兄弟や姉と異なり本人は政治や軍事への関心は少なく控えめで穏やかな人間として育ち、父とは政治の話をしたことがなかったという。学校時代は優秀で模範的な生徒だった。 ダマスカス大学医学部を卒業後は、軍医として働いた後、1992年に英国に留学、ロンドンのウェスタン眼科ン病院で研修していたが、当時も政治への関心は人並み程度だった。なおこの頃、後の妻アスマーアルイコール、アサドと出会っている。彼女は英国で生まれ育ったスンニハシリア人で、ロンドン大学キングスカレッジを卒業後の投資銀行部門で、 M&A を手掛けるキャリアウーマンだった。ファッション誌、防具では、優雅で若く、同国の改革の象徴などと紹介され、栄養室、ダイアナ元妃になぞらえ、中東のダイアナとまで称賛された。記事のタイトルには、砂漠の花と冠されている。一族で、後継者とみなされていたのは、兄で、ハーフィズアルイコール、アサドの長男にあたるである。しかし、バースイル少佐が、 交通事故で事故死したことからやむを得ず留学を中断、シリアに帰国して後継者となった。このことに関する二つの逸話として、父ハーフィズに電話でバースイル兄さんが志した道を歩むと後継者になる決意を述べた。あるいは周囲の親しい人々には別に大統領になりたいわけではないとも語ったとされる。しかし、 すでに職業軍人として活躍していた父や兄に、対して、眼界のバッシャールに国を率いるだけの能力があるのか、疑問視された。それでも医務局付き単位の肩書きを持ち、軍医としての軍務経験を持っていたので、帰国後は再度シリア陸軍の軍務につき、ホムス主幹学校、気候師団局での勤務を経て九百九十四年より、ダマスカスの軍高等アカデミー参謀コースで学ぶなど、 高級軍人としてのキャリアを歩むようになった。その終了後は、気候師団司令官に昇進、1995年1月には少佐に、1997年には参謀本物基中佐に、1999年1月に同大佐に昇進した。また、兄の権力基盤だった、共和国防衛隊の実質的な指揮権を掌握し、さらに政治実績を積むために、 レバノン問題担当大統領顧問として、同国の親シリア派政治家であるエミール・ラフフード、大統領の就任やサリーム・フッソ首相の選出を、後押しして、レバノン内政に介入した。このことが、後の対レバノン関係に過言を残すことになる。1999年には、ヨルダン、サウジアラビア、クウェート、バーレーンなどのアラブ諸国を訪問。さらに、 フランスのジャック・シラク大統領とも会談し、シリア政府の次期後継者として、周辺国にアピールした。2000年、バシシャールは、古参と新たな地の融合、腐敗との戦いといった新たな運動を唱え、体制内部の腐敗一層とあらゆる分野での改革を訴えた。それにこうするように3月8日、汚職疑惑があった首相率いる内閣が総辞職し、 新たに精錬で実直として評価が高かったアレポ県知事がバースト大会で首相に指名され3月14日にミール内閣が発足したこの内閣にはバッシャールが指名した23名の実務や行政手腕が変われた50歳以下の中堅若手閣僚も含まれていた今までのシリアの内閣は大統領が国防、外務、情報、経済担当大臣を選び 他の大臣については、情報、治安機関が人選を行っていたが、今回は、実質的に、バッシャールが人選を行った。腐敗との戦いにおいて、最初のターゲットになったのは、前首相のズービーであった。2月には、首相在任中の行動規範が、党の価値観、道徳に反し、法を逸脱して、国家の名誉、党の名声に被害をもたらしたとして、 バーストを地域指導部にて党を除名され、首相辞任後は、公金横領容疑で起訴され、資産を凍結する懲罰措置が取られた。そして逮捕日当日の5月21日、ズービーは、自宅で、拳銃自殺を遂げた。この事件については、様々な説が飛び交い、数日前からズービーの健康悪化や、自殺未遂の噂が流れ、政権による暗殺との憶測も呼んだ。一説によると、 ハーフィズ・アサドの妻の一族であるマフルーフ家の指示により北朝鮮との天然ガス密売の取引に失敗したため爪腹を切らされたとの説もある。ズービー自殺を皮切りに党や政府の高官が次々と腐敗の容疑で逮捕されていった。これは体制内部の粛清と後期粛清を進めるバッシャールに対して恐れいの念を抱かせるという二重の意味があっとされる。 2000年6月10日に、父ハーフィズが死去すると翌日陸軍大将に昇進、軍最高司令官に任命され、6月18日には、バース島書記長に就任。7月10日に新任を問う、国民投票を実施し、7月17日に、後継大統領に就任した。2001年には、アスマーアルイコール、アサドと結婚した。スンニ派の夫人は、 アサドフ氏の出身母体である少数派のアラウィー派による最大宗派のスンギ派支配というイメージを払拭することが期待され、また英国育ちでもある彼女は、とかく閉鎖的な印象を持たれがちなシリアを西側諸国にアピールするスポークスマンとしての役割をも果たしてきた。バッシャールは大きな波乱なく権力を継承したが政治的経験がほとんどないためあまり国政で、 主導権を握ることはせず、もっぱら、ハーフィズ時代以来の首脳が政務を行っているのが、政権の実態ある。憲法で承認された絶大な大統領権力は、バッシャール時代になると、あまり行使されなくなった。2007年5月には大統領に再任された。2010年末より始まった、アラブの春はシリアにもシリア内戦として飛び火し、批判の矛先は、 シリアの国家元首であるバッシャールにも向けられることとなった。反政府デモに対して、当初は憲法改正や内閣改造、社会保障の拡大など妥協案も示されたが、デモの拡大に再始武力による鎮圧を起としたため、多数の死者を出すこととなった。このことにより、国際社会からの批判も高まっているが、未だ解決の糸口は見えていない。 騒乱が内戦となって長期化する中、欧米に支援された自由シリア軍、シリア国民連合の統治能力に対る会議や、占領地域で厳格なシャリアに基づいた統治を、行う過激派組織アイッセルや、あるイコールヌスラ戦線等のアルカイダ系反、政府勢力のバッコから、シリア国内では少数派ムスリム、アラウィ派、トゥーズ派、十二イマーム派など、やキリスト教徒を中心に、 アサド政権を支持する声も決して少ないとは言えず、また周辺諸国の利害関係や独立を望む各地のクルド人勢力の動きも絡み合って事態は複雑化している。2014年の大統領選では88.7%の得票率を得て参戦された。米紙ワシントンポストの週刊誌、パレードの世界最悪の独裁者ランキングにて、 第12位に選ばれている。ブッシュ前政権は、シリア封じ込め策を取っていた。アサド政権は、対イスラエル闘争を続けるパレスチナのハマスや、レバノンのヒズボラを支援しているとの権威をかけられており、欧米から、テロ支援国家と名指しされている。2003年のイラク戦争後は、イラクからの難民や、逆に、イラクに潜入する武装勢力がシリアに集まり、 アメリカ合衆国との関係が悪化。さらに2005年のラフィーク・ハリー・リーゼンレバノン首相、暗殺事件をきっかけに米欧を中心とする国際的な圧力を受け、シリア軍のレバノンからの全面撤退を強いられた。レバノンや中東和平問題をめぐり、イスラエルとの関係は現在も悪いままである。伝統的な友好国のロシアだけでなく、2004年6月に、 訪中して、古今東国家主席と会談を行うなど中国との関係も重視でおり、中国は二つのシリア最大の産油企業の大株主であり、国連ロシリア避難決議でもロシアと共に拒否権を行使することも多い。北朝鮮と核開発で協力しているという疑いをアメリカにもたれ、2007年9月にはイスラエル空軍によるシリア空爆が行われたと報じられている。 後に北朝鮮と核開発で協力しているという見解をアメリカは公式見解として発表する。イスラム協力機構、アラブ連盟から追放されるまでスンニ派諸国と対立する一方で、先代以来の友好関係にあるイランとの関係を強固なものとし、また隣国、トルコやイラクとの関係を劇的に改善しいるため、イラク戦争後の不安定な 中東の政治状況の中で孤立を回避するよう努めていることが伺える。ただ、2009年のオバマ政権発足直後からアメリカが上院外交委員長らを相次ぎシリアに送ったことをまず対話を始めて互いに問題解決に関わることが大切だと歓迎しており若干対米関係を修復させる態度を示している。日本では2011年 平成23年9月9日にバッシャールが資産凍結の対象者となった。2017年4月6日米軍はシリアに対して化学兵器を使用した報復としてトマホークミサイル59発を使用してアサド政権軍の空軍基地に対するミサイル攻撃を実施した。これはトランプ政権の軍事介入に慎重だった前オバマ政権との違いを アピールしたものと見られており、シリアとアメリカの関係悪化が懸念される。2017年4月、AFP でのインタビューで、シリアで起きた化学兵器攻撃への関与を否定した。テロリストと結託しているという我々の印象は、米国を中心とする西側諸国がミサイル攻撃の口実を得る目に作ったものだ。と反論した。国連内では、 世界のあらゆる首都で計画されている陰謀の一部と主張した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。